ですね、今日は雷があったのでちょっと危険だということで中止になりましたけども、ここに集まったサポーターは心は一つ、選手と一緒にまた試合に向けて頑張っていきたいと思いますので、これから山形ディオコールしてずっと盛り上げていきたいと思います。山形県民に届くように頑張りたいと思います。花笠祭り初めてなのですごい楽しみにしてたんですけど、まあ天気だけはどうしようもならないので、まあ、残念ですけどね、あのまた、今日、有志のサポーターの方々せっかく準備してくださったんですけども、あのまたスタジアムであの皆さんとお会いできればいいなと思います。やっしょーまっかしょーモンテリオバオレ そうですね。てかどんなものなのか知りたかったですけど、はい、まあ雨やか仕方ないんで、はい、あ邪魔やな。まああの来年の楽しみにしておきます。はい。また仕事。